皆さんこんにちは。こんにちは。マネアンデュー TV の頼藤大樹と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ！はい、本日ですけれども、私頼藤新刊を出しました。こちらです。イエーイ！はい、会社も役所も銀行もまともに教えてくれない、定年後ずっと困らないお金の話ということで、大和商房から、税込み924円で出しますということで、はい、こちら6月の11日にですね、Amazon やね、楽天で発売開始で、まあ、大型書店では10日ぐらいからな、並んでるかなと思っております。まあ、こちらの本ではですね、退職金の受け取り方、再雇用の賢い選択、年金の支給開始、NISA、iDeCo、変額保険の出口戦略などですね、手取りを増やし資産寿命を最大化する正解を解説しておりますので、はい、はい、ぜひお手に取っていただければと思います。はい、はい、まあ、こんなところはね、宣伝のね感じですよね。はい、はい、1000万以上差がつくということなので、すごいですね。そう、手続きの違いでそれだけ差が出ますから、うん、はい、ぜひ知っておいて損がない情報なのかなと思っております。はい、はい、まあ、こういったね、定年前後のカレンダーも作っております。今ちょっと赤字で見えてるんですが、本文の中ではね赤字がないので、はい、使えるかなと思っております。で、今日はこの本の中からテーマを考えましたということで、では行きたいと思います。はい、はい、本日のテーマですが、年金は何歳から受け取るのが得なのか、繰り上げ繰り下げの損益分岐点は、イエーイ。はい、ということでね、まあ、この番組ではですね、結構繰り下げ受験については何回も触れてきたんですが、はい、繰り上げは初めてですということなので、はい、話していきたいと思います。はい、ちょっと今ピンって言いましたけどね、気にせずやりたいと思います。はい、はい、1つ目が、国民年金厚生年金の受け取り開始は原則65歳ですね。はい、60から64歳で受け取り開始を繰り上げ受給と言います。はい、66歳から75歳で受け取り開始を繰り下げ受給ですね。はい、はい、繰り上げは国民年金厚生年金を同時に行うのがマストになってます。はい、はい、繰り下げは別々に行うのが可能です。65歳から1ヶ月早めると年金額の 0.4% 分が減額になります。60歳まで早めると最大 24% の減額になりますから、65歳で月15万円だった場合には60歳で月 11.4 万円になってしまうということですね。これが生涯続くという話になります。あ、結構ね、少なくなっちゃいますね。少なくなっちゃいますね。はい、そして65歳から1ヶ月遅らせると年金額の 0.7% 分が増額ですね。はい、75歳まで遅らせると最大 84% の増額になるということで、はい、75歳まで遅らせると月27万6千円になるということですごい増えますね。はい、これが生涯続きますということですね。はい、はい、というわけで、年金額面ベースの損益分岐点はどうかというのがこちらです。はい、はい、いかがでしょうかね。まあ、65歳時点で180万円と仮定しまして、うん、まあ、計算したのがこちらになっているということなんですが、うん、まあ、これね、あくまでも参考なんですよ。はい、ね、あくまでも参考でして、うん、保険なので年金というのは、うん、長生きリスクに備えることを考えれば繰り下げの方がいいのかなと思うわけですよね。そうですね、はい、そしてですね、繰り下げ受給開始年齢から12年以上長生きすると65歳受給より得になります。うん、例えば70歳で受給開始の場合には81歳以上って書いてますけど、まあ、82歳であれば、はい、まあ、完全に得をしますということなので、うんうん、長生きすればするほど得になりますよというのが繰り下げですね。はい、逆にね、繰り上げ受給の時は、うん、そこの年齢を超えると損しているっていうことになりますね。はい、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 ということですね。うん、はい、で、男性は半数が85歳、うん、で、女性は半数が90歳まで長生きするんですよ。うーん、はい、で、寿命は今後も伸び続けることを考えれば、うん、はい、なるべく長い間繰り下げを行っておいて年金額を増やす方がいいのかなというのが我々の考え方です。はい、はい、で、ちなみにですね、うん、はい、繰り下げ待機中にお金が必要になったらということで、うん、まあ、こんな質問もあるんですよ。はい、繰り下げ待機中に不測の事態が起きてまとまったお金が必要になったら、うん、今までもらってなかった分を一括で受け取ることは可能ですかということなんですね。気になりますね。はい、答えとしましては、はい、はい、それまで受け取ってこなかった年金を最大5年分遡って一括で受給できます。うん、はい、で、5年を超えたものは時効となり受け取れません。うん、以後は65歳時点の年金額と同額を受け取るルールなんですね。はい、なんですが、ここに改正が入ってまして、はい、2023年4月以降は5年前に繰り下げがあったものとして受け取れるように変わるということですね。これ嬉しいですね。嬉しいですね。うん、で、これ図で見せたのがこちらですね。はい、はい、2023年の3月までは、うん、例えば72歳で一括受給した場合には、うん、67歳から72歳の分が受け取れるんですけども、65歳から67歳の
の分受け取れないんですよ。あ、なるほどね。ということですね、うん、で2023年か4月以降は、うん、まあ、もちろん65歳が67歳の間は受け取れないんですが、うん、67歳で繰り下げ受給があったとみなされますので、うんうんうん、はい、72歳で受け取った場合には65歳時点より 16.8% 増えた年金を毎年受け取ることができるということなので、なるほど、はい、うん、よりこう繰り下げがしやすくなった改正なのかなと思っております。そうですね、はい、でちなみにですね、繰り下げ待機中に亡くなった場合どうなのかというと、うんうん、遺族が請求できるんですけども、はい、まあ、その未支給年金というのは過去5年分なんですよ、うん、で65歳時点の年金額の5年分なので、うん、繰り下げは反映されないんですね。あ、はい、ちょっと残念ですね。そうですね、でここ改正、ま、うん、待ちますということなんですけども、まあ、ちょっと改善してほしいですね、はい、うん、はい、というわけですので動画のまとめです。はい、はい、65歳から1ヶ月早めると年金額の 0.4% 分が減額になります。はい、60歳まで早めると最大 24% の減額ですね、うん、65歳から1ヶ月遅らせると年金額の 0.7% 分が増額です。はい、75歳まで遅らせると最大 84% の増額になりますということですね、うん、で繰り下げ受給開始年齢から12年以上長生きすると65歳受給より得になりますということですね、うん、そして繰り下げ待機中にまとまったお金が必要になったら最大5年分遡って一括受給可能ですということです。はい、はい、というわけで最後のメッセージです。はい、繰り下げはあらかじめいつまでと決めておく必要はありません、はい、基本的に繰り下げ待機をしておいてもしもの時には一括で受け取るという具合に自分に都合よく活用しようということですね。そうですね、うん、繰り下げ受給をすることで年金額が増えるということは皆さんね、知ってると思うんですけれども、一括で5年に遡って受け取れるっていうのはこれ知らない人多かったんじゃないかなと思いますよね、うんうんうん、はい、ですので、まあ、皆さん自分に都合よく活用していただくのがいいのかなと思っております。はい、はい、というわけで本日はこちらの本、はい、ね、こちらの本から抜粋したテーマでございました。他にもね、いろいろと解説しておりますのでぜひお手に取っていただけると嬉しいです。嬉しいです。はい、6月11日から Amazon や楽天で発売開始、そして6月10日からはね、大型書店で取り扱っておりますのでぜひお手に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 はい、お願いします。はい、このような感じでですね、マネー&TV どんどん情報を配信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たちツイッターやっております。ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。See you!